1914年頃、帝国南極横断探検隊遠征の際に撮影された肖像写真、サー・ジェームズ・マン・ワーディー、サー・ジェームズ・マン・ワーディー CBE フラス LLD、1889年4月26日、1962年1月16日は、スコットランドの極地探検家、地質学者。ワーディーは、 グラスゴーのパトリックで解体業者であった父ジョン・ワーディと母ジェーン・キャサリンマンの間に生まれた。グラスゴーアカデミーからグラスゴー大学に進み、地質学を専攻して BSC を取得した。1912年にはケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジをアドバンスド・スチューデントとして卒業し、研究活動に入った。やがて、 ロバート・スコットの第二回南極探検に参加していたフランク・デベナムやレーモンド・プリー・ストリーの地遇を得た。彼ら二人によって探検や科学的発見へのワーディの関心はかき立てられた。1914年、ワーディはサー・アーネスト・シャクルトンの南極遠征の一つであった帝国南極横断探検隊に地質学者、科学スタッフとして参加した。この遠征は 補給線エンデュランスがウェッテル海の氷塊に閉じ込められ、1915年に至って氷の圧力で破壊されるなど、全体として失敗に終わったが、ワーディーは士気を高く保ち、海洋学的な、また流氷に関する科学的観測を行い、また重要な地質学上の標本を採集した。1920年、彼は王立地理学会から、 バックショーを授与された。ワーディは、このエンデュランスの遠征を含め、合わせて9回の局地探検に出た。1920年代から1930年代にかけて、彼は、多数の北極圏への航海に赴き、そこで、ビビアン・フックス、ジーノア・アトキンス、オーガスティン・コートールドなど若い世代の探検家を育成した。この他にも、科学者スタッフとして、 彼の遠征に参加した中には、1937年のバフィン湾への調査旅行に加わった気象学者エドマンド・ギモンドがいた。ワーディはイギリスの極地探検に関する有力な長老研究者となり、まず、ワーディに連絡を取らないまま、イギリスを出発する極地遠征隊は、ほとんど存在しなくなっていた。南極半島にあるワーディタナゴーリは、 彼の栄誉をたいたて名付けられたものである。彼は、スコット局地研究所の会長を務め、1951年から1954年にかけては、王立地理学会の会長も務めた。王立地理学会会長の在任中に、エドモンド・ヒラリーと天神ノルゲーによるエベレストの初登頂を達成した遠征計画の立案を支援した。スプリー会長であった時、もともと、 シャクルトンのエンデュランス遠征が目指して失敗していた南極大陸横断に挑んだフックスを支援した。彼はまた第二次世界大戦中に出版されたイギリスのネーバルインテリジェンスディビジョンジオグラフィカルハンドブックシリーズにも貢献した。グラスゴー大学とハル大学はそれぞれ名誉博士号をワーディに送った。ワーディは1962年1月16日に ケンブリッジで死去した。1926年、ワーディは王立スコットランド地理学会の WS ブルースメダルの最初の受賞者となり、1933年には王立地理学会から金メダルを、1944年には王立スコットランド地理学会からスコットランド地理学メダルをそれぞれ受賞した。彼は1957年に、 ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジの学寮長となり、1957年には極地探検の功績によって、ナイトに上された。彼の名にちなんで命名された地名には、ワーディー・ミサキ、ワーディー・ワン、ワーディー・ミヤマ、ワーディー・タナゴーリ、ワーディー・ヒョウマ、ワーディー・ヌナタク、ワーディー・ミサキがある。ありがとうございます。